アンドリュー・ホセ・スアレスは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミデイド郡マイアミ出身のプロ野球選手。左投げ左打。久保の LG ツインズ所属。2011年、MLB ドラフト9巡目で、トロントブルージェイズから指名を受けたが、マイアミ大学へ進学。2014年、MLB ドラフト2巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名されるも、契約に至らず。 2015年 MLB ドラフト2巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名され7月5日に契約。契約後はルーキー級アリゾナリーグジャイアンツ A-9 セーラムカイザーボルケーノス A 級サンロゼジャイアンツでプレー。2016年は A 級サンロゼでプレー後5月に A 級リッチモンドフライングスクールレルズへ昇格。AA 級では試合に登板し 7勝7敗、防御率3.95だった。2017年は、A 級リッチモンドとトリプル A 級、サクラメントリバーキャッツでプレー。トリプル A 級では15試合に登板し、6勝6敗、防御率3.55だった。2018年は、トリプル A 級リッチモンドで開幕を迎えたが、4月11日に、ジャイアンツとメジャー契約を結び、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、 メジャーデビュー。5.1回を投げ4アンダー4失点で降板し、メジャー初黒星を喫した。翌日の4月12日にトリプル A 級へ降格。5月1日にメジャーへ再昇格した。5月6日のアトランタブレーブス戦では5.1回を7アンダ無失点6奪三振に抑え、メジャー初勝利を記録。2021年1月5日。 韓国プロ野球の LG ツインズと契約した。久保での登録名は、エンデリュスアレジュ。ありがとうございます。